どんな恋人たちにも力関係が存在する。そう、恋愛は戦、好きになった方が負けなのである。エリートが集う学園に2人の天才がいた。生徒会長白金美雪と副会長篠宮かぐや。この俺に釣り合う女がいるものか。この私を誰だと思ってるの。まあ篠宮がどうしても付き合ってくれと言うなら、この私に見合う男に鍛え上げてあげなくもないけど。確実に向こうは俺に気があるだろうし、この私に恋焦がれない男なんていないわけだし。時間の問題かしら。両者プライドが高すぎて何も起こらなかった。どうすれば。考えるんだ白金美雪。天才たちの恋愛頭脳戦が始まる。乙女的にはお誘いいただきたいです。可愛い。篠宮受けて立つ。俺と付き合え。どうしてそうなるの。次々と繰り広げられる頭脳戦、全て罠である。篠宮、篠宮家のご令嬢が。残念ですが恋の病です。高すぎる頭脳偏差値と低すぎる恋愛偏差値、いやいやいや、この戦いの行く末やいかに。かぐや様は告らせたい。天才たちの恋愛頭脳戦。照れてるんですか。